GE3-3215 号機、クール駅 GE3-3215 号機、サメーダン駅、レーティッシュ鉄道 GE3-3214 から215系電気機関車は、スイスのレーティッシュ鉄道で使用される入れ替え及び、小列車用電気機関車である。レーティッシュ鉄道では、主要駅での思い入れ替え用として1912-13年製造の古い g e に、 4型を1943、44年に、突計の入れ替え容器に改造した、ジェムに4211型と GE に4212、213 21型を使用していたが、これらの造備及び代替用の中型入れ替え機として1984年に2両が製造されたのが本機である。本機は1973年と1984から85年に、 K23 両が製造された本線容器の GE4、4通型のものと同一の主電動機を1台搭載し、制御装置も同様のものを使用して、1時間定格出力 425kW、牽引力 68kN を発揮する再利した位相制御機で、車体、機械部分、台車の製造を、0個、電気部分、主電動機の製造を BBC が担当しており、 価格は一両約190万スイスフランである。それぞれの基盤と製造年は、下記の通り、ありがとうございます。